ウボンダーチャッターニー駅は、太陽国東北部ウボンダーチャッターニー県、ワーリンチャムラープ郡にある、タイ国有鉄道東北線、南線の駅である。ウボンダーチャッターニー駅は、大西東端の駅にあたり、太陽国東北部のラオス、カンボジアとの国境を接している、ウボンダーチャッターニー県にある。駅名こそ、ウボンダーチャッターニー駅を名乗っているが、 県庁所在地のムアンウボンラーチャッターニー軍にはなく、東軍とムーン川を隔てて、南側のワーリンチャムラープ軍に位置する。大国有鉄道終着駅では屈指の1日に22本の列車が発着する。このため、東北本線は、正式には、北線が本線であるが、南線の方が本線であると誤認される場合がある。対最初の官営鉄道である。 クルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。その後、あたり駅に向かい少しずつ路線を延長し、33年後の1930年4月1日に、ようやく当駅が開業した。第67新大急行列車、第68新大急行列車が、西日本旅客鉄道より譲渡された24系。 寝台客車を連結して運行されている。駅前に展示されている蒸気機関車185機。ありがとうございます。